どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、皆さんご存知だとは思うんですが、こちらのヒーローがタウンホール11で追加されます。このヒーローの名前はグランドワーデン。はい、こちらのヒーローなんですが、ご覧の通り陸というふうに選択するヒーローとですね、空というふうに選択するヒーローになります。要するに空で攻撃するか陸で攻撃するかによって、その戦い方が変わってくるということですね。そしてこちらが秒間ダメージ、そして HP などでございます。はい、そしてですね、まあ他の動画でもですね、動画概要欄のリンクに載せておくのですが、その空の攻撃、また陸の攻撃をですね、別々にどのようにして攻撃するのか、どんな感じでね、こう私たちの攻めにこう食い込んでくるのかっていうのを動画にしていますので、そちらの方も短い動画ですので、ぜひともご覧ください。そして概要を説明しますと、こちらのヒーローの近くにいる、要するにこのヒーローにですね、オーラっていうのが出るんですよ。このオーラの近くにいるユニットはダメージが軽減されます。皆さんご存知、バーバリアンキングのアイアンフィスト、ロイヤルクロークなどありますよね。アジャクイーンのロイヤルクローク、それと同様に特殊能力があります。その特殊能力を発動した瞬間ですね、そのこのですね、オーラ内の範囲にいるですね、ユニットがなんと無敵状態になります。そしてこのヒーローを空として使うか陸として使うかというのは、あなたのプレイスタイルに依存します。ということで、ぜひともこのヒーローを使いこなしてですね、タウンホール11楽しみましょう。ということで、他の動画にですね、陸で攻めたこのヒーローのグランドワーデンの攻めと、空のグランドワーデンの攻め、動画を概要欄のリンクにですね、リンク貼っときますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。